皆さんこんにちは。本日はですね、2020年6月9日火曜日になります。非常にね、上野駅晴れているんですけれども、今から4日前の、6月6日でいいのかな、東武鉄道でダイヤ改正がありまして、東武線と、地下鉄日比谷線を直通する TH ライナーという着席列車が、運行されることになりました。着席ライナー列車といった方がいいのかな。午後18時から22時台まで、1時間に1本、計5本出ているんですね。着席率が各列車でどれぐらい変わっているのかなっていうのが気になりましたので、動画を撮りに来ました。いや、本当に雲一つなくて清々しいですね。多分2週間ぐらい前になると思うんですけれども、コロナウイルスの感染によって発せられていた緊急事態宣言が解除されまして、まあ、上野駅近辺は非常に人通りが戻ってきております。まあ、実際にコロナウイルスの感染が抑えられているかというのはまた別の話ですけれども、皆さんもかなり安心したのか、それとも会社から出社命令がすでに出されてしまったのかわからないですが、多くの人で賑わっております。向こうの方には山手線も走っておりますね。では地下鉄日比谷線のホームの方に向かおうと思います。券売機にやってきましたが、ちゃんと TH ライナーの座席指定券も売っていますね。上野駅非常に綺麗ですね。18時から22時台まで各25分の発車になっています。土休日はちょっと時間帯が違いまして、お出かけから帰る需要を見越しているのか、ちょっと早めの設定になっていますね。1分ちょっと遅れているようですけれども、いよいよやってきました、TH ライナー1号九九行きですね。駅の構内放送でも全車指定ですというのを繰り返し言っております。 あんまり乗ってないな。混雑率の基準は3号車で測ろうと思います。だいたい編成の真ん中あたりにありますからね。なるほどな。真ん中ら辺は窓側はだいたい埋まっていますけれども、通路側にいる人は誰もいない、そういう感じでしょうか。で、ロングシートはほとんど誰も座っていないですね。着席率はだいたい 40% とかそれぐらいのようです。ドアは30秒ぐらいしか開きませんでした。号車によってそんなに着席率の偏りはなさそうですね。次は19時25分発の TH ライナー3号です。すいません、さっきの TJ ライナー1号では、3号車を撮影しましたけれども、撮影の都合で4号車に変更にさせていただこうと思います。よろしくお願いします。さて、 TH ライナー3号やってきました。19時25分発です。あ、若干空いてるかな。さっきの1号とそんなには変わらない気がしますけれども、若干増えたような気がしますね。通路側に座っている人もちょっと見受けられます。あ、でもやっぱり窓側で空いているところもあるから、そうですね、先ほどと同じ着席率 40% というところでしょうか。他の号車も若干空いてますね。次は TH ライナー5号です。さっきの TH ライナー3号は18時ちょっと過ぎに仕事を終えて帰宅するには一番利用しやすいダイヤだと思うんですけれども、それでもあれだけしかお客さんいないんですね。これからはなんかどんどん減ってきそうな気がします。はい、20時25分発 TH ライナー5号です。やっぱり空いてんな、さっきと比べると。あ、でもね、結構団体が多いですね。グループで乗ってる人も結構います。でも窓側でもまだ埋まっていないところが結構ありますね。こことか2人しか乗っておりません。着席率 30% から 35%、35% にしときましょうか。どの車両もだいたい同じような感じですね。次が5本中の4本目、TH ライナー7号になります。ちなみにね、ホーム上にもちゃんと指定席券売機が設けられております。ホームも前と比べるとだいぶ空いてきました。TH ライナー7号、九九行きです。21時25分の発車、だいぶ空いてますね。4号車ですが、
だいぶ空いていますね。窓側でも空いている席の方が多くなっています。今ね、ちょうどホーム上の座席券売機で座席を買って乗り込んできた人もいました。こういうね、とりあえず試してみて、あ、これいいな、次から乗ってみようという人が徐々に増えれば TH ライナーも成功するはずです。着席率は 20% とかそれぐらいにしておきますか。次がいよいよ最後、 TH ライナー9号です。発車時刻は22時25分となります。結構遅いですが、さて、いよいよ最後になりました。22時25分発9号です。7号もかなり空いていましたけれど、今度はどうでしょうか。あー、ダメですね。ガラガラです。まあ結構乗ってる人は乗っていますね。4号車も車両の前よりは結構座っていますけれども、その他は全く座っている人はおりません。合計でこの車両6人座っておりました。定員が45名ですので、まあ 15% というところでしょうか。ということでね、1号車から9号車まで全5本見てみましたけれども、平日2日目にしては割と乗っているなと思いました。ちなみに一般の電車もね、この時間になると若干空席が出るぐらいになります。TH ライナーと TH ライナーの間1時間ぐらい時間があるじゃないですか。ずっと改札の中にいても暇でしょうがないんでね、この東京メトロ24時間券を買って、これで改札の中を行き来したりしていました。都内の、ね、観光とかに非常に便利ですので、ぜひ東京に来た際はご利用ください。ではありがとうございました。